はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は海賊でアンドレアル行きたいと思います。まあ、もしかしたら今動画を投稿してる時点で海賊構成みたいなさ、なんかもっといいやつがあるかもしれないですけど、まあ、今回フラちゃんがやるのは自分が海賊で旅芸人を2人入れて、あとは僧侶みたいな。まあ、結構旅芸人で麻痺ブーメランを持ってる人がめちゃめちゃ今回強いんですよね。ところがフラちゃんに関しては麻痺ブメ持ってないんで、まあ、そういう方々が痺れ弾ショットとかで、まあ疑似的なね、その麻痺攻撃をできれば、まあかなりいいかなっていうことで、海賊さん最近席がないんでね、ここでちょっと席を作ってあげたいとも思いまして、今回は海賊でやっていきたいと思います。海賊3人でもいいかなとは思ったんだけども、麻痺ブメを持っていない人の確率を考えると、まあだいたいこんな感じになると思うし、まあ、あとは海賊を3人入れたところで正直なんか大砲が無駄になっちゃうし、まああんま良くないと思うんでね。まあというわけで今回はこの構成でやっていきたいと思います。そういうわけでやっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。で、まあ、基本的にやる技なんだけども、まあ、スタンダンショットとしびれ弾ショット、これに関しては、まあ、1、2体麻痺ってればやる必要はないかなっていう感じですね。まあ、なので、まあ、3体とも全部動いてる時に限り、しびれ弾ショットをやって、基本的には猫分回しでひたすらダメージを与えていくみたいな感じです。まあ、あとはギガスローとかで結構麻痺が入るのかなっていう感じもあるんで、まあ、そっちでやっていきたいと思います。で、斧を持ちたいなとも思ったんだけども、そうするとね、ブレス耐性が異様に下がってしまうので、まあちょっとね、火力は下がるかもしんないけども、今回はブーメランということで、まあ渋々ね、そちら持ってやっていきたいと思います。まあ死んだら正直アウトなんでね、なのでまあ死なないことを前提にして立ち回ると、やはりそんな感じになると思うし、まああとは大砲があるんでね、結構今回痺れてくれるわけなんで、まあ大砲もね、まあ結構3体に当たりやすいかなって思いますね。まあそういうわけで、今回も結構海賊ってなかなか優秀に立ち回れるんじゃないかなと思うんですよね。野良での席はあんまないとは思うんですけど、まあただ身内とやる分だったら、そのなんだこうお遊びというか、まあ実践的な感じで海賊は使っていけると思うんで、まあ実際どんな感じになるのか、まあ初見なんでね、まあちょっとワクワクしながらハラハラしながらやっていきたいと思います。はい、そういうわけで第一戦目開始です。まあどうなんだろう、スタンダンショットとか、まあ、もしくは、まあ、とりあえず大砲置いとくか。あ、しまった、逆向きに置いてしまった。まあいい。まあ、正直大砲としてはあれだから。とりあえず、痺れだ。ちょっと待って、テールスイングはまずい。危ない。ちょ、大丈夫。ちょっとテールスイングまた来た。ちょ待って、結構テールスイングしてくるな。とりあえず、痺れ弾ショット連発して、あんまり効かないな。なんか、そんなに効いてる印象がない。あ、効いてる。いや、多分これ、フィルさんの麻痺ブメだよね。そうなってくると、ちょっと待って、俺の痺れ弾ショットって、あ、でも結構ダメージが出るんで、これひたすら連打しているだけで、なかなかいいダメージにはなるかもしんない。猫分回しでもよかったんだけど、どうなのかな。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。あー、ちょっと、微妙。これやるんだったら正直、まあそうですね、しびれ弾ショットの方がいいかな。おい、スタンダンショット、これ範囲じゃねえんだ。スタンダンショットって今までなんか範囲攻撃かなと勝手に思ってたけど、範囲攻撃じゃないので、ちょっとなんか微妙な感じがある。あ、でも結構しびれますね。これ3人とかでやってもまあいいかな、しびれ弾ショット。まあなので適当にこうしびれ弾ショットやりまくってるだけで、ひたすらこう、いや麻痺、ちょっと待って、麻痺殺せんだけど、これちょっとはめ殺し今やべえ。でもちょっとね、残念なところが範囲が少し狭いっていうのが少し残念ですね。大砲を消して、であとはちょっとどうしよう、3つ置いてあるかな。砲撃ブーストして、うわー、ちょやばい、連続ロックオンしとけばいいか。ちょっと範囲がそっか狭いので、まあ、少しあれだな、ちょっと、まあなんかこうダメージのばらつきが出てしまうのが残念。ういで、からので、今回ね、真夏さんが幻惑ブメ持ってきてるんで、なので事実上今麻痺ができてるのがその旅芸人と自分だけなんですよね。なのでまあこんだけやっぱ麻痺ってくれるってことは、まあ、相当優秀ですね。うー、終わった。ちょ、めっちゃ楽なんだけど、これなんか踊り子構成よりよっぽど楽なんですけども、ちょ、マジでやべえ。なんか巷では旅芸人4人で行ってるパーティーもあるらしいけど、まあおそらく旅芸人4人だと結構運要素が強くなっちゃうんで、まああと、麻痺ブメ持ってない人からすればね、いや、できねえじゃんってなっちゃうんで、なのでまあ今回安心感を与えたくてね、ちょっと海賊でやってみたんですけども、結構ダメージ出ますね。ダメージ出る上に麻痺させられるんで、まあ今回かなり、まあ海賊の出番っていうか、席があるんじゃないでしょうか。まあぶっちゃけ言っちゃうと、麻痺ブメ
部目を持っている旅芸人の介護官でしかないのは確かなんだけど、まあ、ただ麻痺部目を持ってない人からすれば、まあ、これは非常にありがたいことですね。まあそういうわけでちょっとさっき気づいたんですが、ちょっと猫分回しの法事を振ってなかったんで、まあ実際にはまあ結構しびれ弾ショットを連発にはなると思うんだけど、まあその状況を見ながら猫分回しをしていくことでより火力は出せるかなと思います。はい、そういうわけで第2戦目やっていきたいと思います。まあちょっと大砲の位置も気をつけながらねちょっとやっていきたいと思います。ちょっとさっきあの敵に近づきてぶっ壊されちゃったんで、まあなので、とりあえずあのこの辺に置いとけば間違いないんじゃないか、でまあ真夏もいい感じにやってるな。でしびれ弾ショットで、おいよいしょ、はいからの、はいもう一丁遠距離しびれ弾ショット、はいよいしょ、めっちゃしびれる。いやどうなんだろう、俺が何回麻痺させてんのかわかんないけど、いやただ相当しびれるのは確かですね。で猫分回しで、うおー結構火力出るね。やるじゃんやるじゃん海賊、最下の陣込みだけど、いやただこんだけ発動も早くて、まあ、自分周辺から行けるんで使いやすいし、違うよ敵がどっか離れていく、ちょっと待って大丈夫で、こういう時はあの大砲を起してで、あのこうすることでね、あの自分が出している火力以上に出してることになるんで、火力ちょっとあんまり離れすぎちゃうとあれなんで、ここはちょっと猫分回しで、ちょっとあの敵がばらついてるなっていう時は敵の中心ら辺でねいい感じにやると、まあかなり火力が出るんじゃないでしょうか。で連続ロックオンして、でからの砲撃ブースト、大砲が2個しか置いてないのが少し残念な感じはあるけど、まあただしょうがないね。でちょっとあのこっちの方は HP 低めっていうか高いんで、まだ、いい感じにこうで、あとはしびれ弾、もう困ったらしびれ弾ショット、もうとりあえずやっても OK なんで、で猫分回しでいい感じなんで今、おい1200ダメージでからの、はいもう一丁、はい猫分回しで、はい1000ダメージからの、はい大砲の援護射撃、はい、いや待って待って、めちゃめちゃ楽しいんだが、超楽しいんだけど海賊、なんだろうこれ、やべえ、あちょハマりそう海賊、ちょっとあの皆さん、あの海賊舐めてる人ね、ちょっとやってみてください。いやもしかしたら今回その旅芸人2人がえげつなく強すぎて、その海賊が強く見えるだけなのかもわかんないけど、いやただやってる感じね、その大砲の援護射撃が割と刺さるんで、ダメージとしてはまあだいたい砲撃ブースト使うと単発1400ダメージぐらい出るわけなんで、まあそうなってくると壊されない位置に置けば、もうひたすらね3体もいるんでね、まあなんなら3体全部に当たっていいダメージを出すこともできますし、また必殺のウルトラ大砲あれなんかも引ければもっと火力が出るわけなんで、まあそうですね、あの海賊悪くないと思います全然。まあただ何回も言うようなんですけども、ザオラルと回復ができるその旅芸人の介護官っていうことはまあ間違いはないので、麻痺部目を持ってない人に関してはその海賊でやるのをお勧めしたいと思います。はい、そういうわけで第3戦目やっていきたいと思います。今回ね大砲めっちゃ起きやすいんで、ちょっとあの誰か当たってくれ、ちょよろしく、ちょあのよろしくお願いします。後ろの方からスタートすることでさっさと大砲を置けるんでね、自分が当たりに行っちゃうとちょっと大砲を置く時間がねもったいないんで、であの適当に、はい大砲よろしくでからの、猫分回しじゃねしびれ弾ショット、よしこれで遠距離からよいしょ、ちょやばいちょやばい、なんかめちゃめちゃ死んでる、ちょっと待ってしびれろしびれろ、ちょ しびれない、ちょっと待ってちょなんとかしろ、ちょ待って、あのやべえ世界樹の葉っぱを持ってくるの忘れてた、ちょっとここはちょっと跳躍層とかでテールスイング注意っすね、開幕とかほんと注意、マジでやばいんで、これ大丈夫かな、これちょは、あ激しい雄たけびエンド攻撃でしてくるんだ、ちょこれ気をつけた方がいいな、スタンダーショットとかで、 あとギガスローもあるんで、いやちょっと今ねあのデュアルブレーカーが入っていない状況なんで、ちょっとなんだいろいろこう入りづらいんで、ちょっとよしで、アンドレアルのどれがどれだかわかんねえんだけど、これか、よしでギガスローでワンチャン麻痺、いやー残念でした、で大丈夫で大丈夫、開幕はちょっと事故みたいなもんなんで大丈夫、時折起こることしょうがない、ただ全滅するかと言われればそうじゃないんでね、でよいしょで、どんどん麻痺れ麻痺れどんどん麻痺れ、てかあんまりなんか俺のしびれ弾ショットそんなに効いてない、あー効いてる効いてる、大丈夫大丈夫、効いてる効いてますんで、ではい必殺来ました、よろしくお願いします、ではいよいしょで、ウルトラ大砲あるんでここは砲撃ブースト使って、でよしで、まあちょっともったいなかったな、まあちょっと急ぎすぎたわ、
うーちやば、4000ダメージとか出てる。ちょっとしびれダウンショット、しびれ、すかさず今の木を逃すな。ちょっとウルトラ大砲よろしく、ちょっと頼む。おい、ウルトラ射撃、はい、2700ダメージ、めちゃめちゃやばい。ちょ、敵が離れちゃうのがちょっとうざったいな。ちょっともうちょっとこっち来てくんね。あい、来ました、ありがとうございます。で、あとは猫ぶん回して、ちょやべえ、ウルトラ大砲やべえちょ待って、めっちゃダメージ出るんだが、ウルトラ大砲やばすぎ。やばい、仲間呼んでる。ちょ、こういう時にスタンダーショットだな、本来であれば。よし、 ありがとうございます。まあ、スタンダーショットの使い方が分かりました。仲間を呼ばれた時にスタンダーショットをするといった感じです。なので、とりあえずスタンダーショット使おうっていうのは、まあ、多分やめた方がいいですね。はい、破片が、はい、5個目ありがとうございます。一向に現物が出ませんと言おうとしたら、ありがとうございます、運営さんは見ている、ありがとうございます。やっぱパチンコとかね、そういうとこにこう配信に行く人、まあ、事前に許可取るのも、まあ、その運営側からしたら、そのちゃんとこう当たるんだぞということを、設定を変えるためにね、あー、ちょ、今回パチンコの YouTuber の人来るから、ちょ、あそこの台座るらしいから、あそこの設定だけ6にしといてみたいな、まあ、そんな感じになってるはずなんでね。まあ、なので、まあ、きっとドラゴンクエスト10の運営さんも、おい、フラちゃんが配信してんぞっつって、おい、出るということをちゃんとこう周知させるために、おい、フラちゃんのとこちゃんと出しといてみたいな感じになってると思うんで、なのでありがとうございます。安西さん、気を利かせていただいて本当ありがとうございます。はい、そういうわけで最後やっていきたいと思います。まあ、開幕はね、さっき言ったしまった自分が当たってしまった、テールスイングひたすら注意して、とにかくデュアルブレーカーまでの時間をひたすら稼いでいき、おー、やばすぎ。ちょ、真夏神なんだけど、笑いの神か。よし、まあ、しびれダウンショットでいい感じにまひらせていこう。で、テールスイングやばい、テールスイングやばいんで、ちょっと待って、離れて離れて、そうで、大砲機で、よし、今いい位置、マジで全部いい位置、今最高な位置で、しびれたショット、あい、あいしょ、あい、しびれた、からの、あい、大砲機がもう少し、その間、しびれたショットをもう一発ぶち込んでいく。で、はい、大砲機、はい、よろしく。うわ、ちょ、俺の大砲が、いや、いいや、場所的に最高なんで、今。で、しびれたショットで、あい、で、からのまたしびれて、はい、で、からのまたしびれたショット、あい、よいしょ。で、もう一丁、ちょっと離れた位置に、大砲を置いての、で、こっから、はい、砲撃ブーストを使います。で、からの、はい、連続ロックオンで、よい、はい、で、からの、はい、砲撃よろしく。で、スタンダーショット、いや、待て、とりあえず使っとこうっていうのはやめとこう。で、あとは、しびれダウンショット、はい、麻痺さして、で、からの、はい、もう一丁麻痺して、あ、いいよ、ちょ、待って、俺死んでないこれ、大丈夫、はい、大丈夫でした。で、しびれダウンショット、はい、で、もう一丁、あ、で、待て、この状況だと、ちょっと猫ぶん回しの方がいいかも。ね、猫ぶん回して、おら。で、仲間を呼びそうなやつがいたら、マジで注意しながら、そのスタンダーショットをいつでもできるような感じで、ちょっとやっておくといいんじゃないでしょうか。あれなんかちょっとやばそうだね。スタンダー、あ、来た。ここ。あ、来ました。はい、はい、はい、はい。こういうこと。こういうことですよ、皆さん。わかりますね。スタンダーショットの使い方。こういうこと。はい、ありがとうございます。宝珠を取れと言われたんで、しぶしぶ取っていきたいと思います。したら、これがまた破片で、あ、出ねえじゃん、全然。設定1かな、これ。ちょ、設定1か。あ、ちょ、やべえな、これ、やらかしたな。出ないということをね、ちょっと分かっちゃいましたね。はい、というわけで、まあ合成もやっていくんですけども、僧侶さん目線からしたら、これ僧侶いるっていう話になってるらしいんで、まあだいぶなんだ、こう安定力を増したい時には確かに僧侶入れた方がいいかもしれないけど、フバーハもできるし、まあなんですが、まあどうなんでしょう、うまいパーティーだと僧侶なんかいらずに適当にやっても倒せると思うんで、まあどうなんですかね。まあただ敵の数が多いんでね、麻痺があんまり入んなかった時とか、まあもしくはこう通常攻撃が連発できてしまった月なんかは、まあ、やっぱ崩れてしまうと思うんで、まあやっぱ僧侶は多分必要だとは思うんですよね。まあそういうわけで、一応合成効果よろしく。はい、4でした、残念。で、次もう一丁、合計4つあるんでね、まだ破片を交換してないんで、最大 HP2 もつくんだ。
へえ、ちょっと、全然いいのつかねえじゃん。ちょっと運営さん、ちょっとこの辺なんとか、ちょっと配信者をね、まずはこう、もてなすことで、あの配信者さんいいのついてる。じゃあ、俺たちもいいのつくよね、みたいな感じになるんで、ちょっと今、ラッキー合成はありがとうございます。ただ、このラッキー合成で、次でいいのがつかなかったら、ただ単に合成代金だけを持ってかれてることになるんで、に、残念した。で、最後ちょっと破片と交換して、で、これも最後にね、ちょっと合成していきたいと思います。いいのつくかな？ちょっとさっさと終わらせたいんだな、アクセサリーって。多分この流れを止めるとね、多分ずっとやらなくなるんで、いや、明日でいいや、明日でいいやつって。で、多分1年後ぐらいになるんでね、完成が。うわぁ、もう残念。ちょっと今日のうちにもう1本ぐらい動画撮って、さっさと完成させたいと思います。まあ、そういうわけでね、今回、まあ、海賊でやってみたんですけども、正直、麻痺ブーメラン持ってる旅芸人の介護官でしかないかもしれないけども、まあ、ただ1人ぐらいいてもいいんじゃないでしょうか。3人いることによって大砲が置けなくなっちゃうんで、無駄になってしまうんですが、まあ、ただ大砲を連続で開幕に3つ置けるっていうのは、まあ、いいかもわかんないけどね。まあ、ただ、そうですね、海賊3人じゃなくて、やっぱ旅芸人2人の海賊1みたいのが、やっぱおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、あとは僧侶がいるいらない問題に関しては、ちょっと後々分かってくるとは思うんで、まあ、ちょっとその辺はコメント欄で教えてください。てか、なんだこいつ、こんなコンピューターいたか。僕はポピー、ドラクエ10ショップでお店の手伝いをしても、もらえるらしいんでもらっといてください。はい、そういうわけで、ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。